シュート決めました。どんな気持ちですか？いや、まあセンタリングだったんですけど。そうなんですか？いや、でも初めて青下で皆さんの前でゴールを決められて本当良かったと思います。はい、素晴らしかったんですけれども、チームもですね、もう清水の勢いが止まりません。あのホームで全勝、そして公式戦10試合負けなしと勢いかなりついていますが、どうでしょうか？そうですね、まあ、このまま負けないで突っ走りたいと思います。はい、そしてですね、次節は浦和レッズ戦です。どういう意気込みでいきましょうか？そうですね、まあ首位のチームなんで、そこ叩いてさらに勢いに乗りたいと思います。はい、それではですね、最後にこのアウトソーシングスタジアムのサポーター、そしてテレビをご覧のサポーターの皆さんにメッセージお願いします。これからも勝ち続けます。